島倉千代子さんがね、はい、だから新聞にもちょっとコメント出されてましたもんね。そうですね、本当に怒ってくださったり、うん、怒ってくれた、はい、さっちゃんとちょっといろいろね、子供ごと暴れてましたから、ね、小林幸子さん、はい、と一緒に楽屋で暴れてるから、暴れてるからうるさいっと島倉さんがピシッと静かにしなさい、そういうふうに見えませんもんね。いやでも怖いですよ、厳しいですね、はい、うん、でそれでやっと私たちもはい分かりました、うん、ちゃんとしなきゃいけないんだということも分かりましたし、うん、でも一番やっぱり島倉さんはもう本当に心にいっぱい傷を背負いながら、うん、あ島倉さん自身がね、はい、生きてらしたので、うん、そうですね、やっと楽になられたね、騙されたりいろんなことがあってね、うん、そうですね、ちょっと会える時があったので、うん、お会いしました、うん、かわいい顔で泣き出してました。ああ。本当にもう、もう10代の頃の島倉千代子さんの顔。空立ち日記の頃の。はい。ね、出てきた時のね、時の島倉さんね。はい。うん、そうそう。で、この間、3年前、3年前じゃないね、3月。はい。手をね、ふっとそう差し伸べられるんです、こうやって。はい。一緒に舞台出た。うん。で、ね、あ、舞台で？ふっと手、ほら、私その手をこう、こうやって一緒に舞台出たの。はい。はい、大きな体なんですよ。背が高いんです、はい。大きいですよね、島倉さん。ちっちゃな手なんですよね。これで一生懸命生きてきたんだなと思うと、愛おしくなってね。愛おしくなるね。はい、そういう手見ちゃうとね。もうその頃はもう病んでらしたんですね。私何にも知らないで。ああ、知らないですもんね、はい、うん。うちも何回か来ていただいて、この番組もね、すごい優しい方でニコニコ笑ってね。そうなん、乙女ですよね。で最後さ、レコーディング家でしてたとすごいですね。いやーもう、あのニュースはすごいね。あの話を聞いた時に。たった3日前にね、ニュースで。でもね。レコーディングしたって。うん。本当よかったと思います。あ、そう。やっぱ執念、うん、自分も歌を残したかったんですかね、やっぱり。やっぱり自分の声を最後にね、うん、歌声を残したかったんだなっていう。あ、すごい話ですね。すごい、同じレコード会社ですからね。あ、そうですよね。はい、うん。大好きなひばりさんがもう天国で待ってますから。あ、そうだね。うん。だからもう、本当に、ね、私もそこにいずれ行くので、まあ、仲間に入れてください。まあ、そういうわけこっちもうちょっといましょうよ。我々同世代なんだ、こっちで元気に。俺たちの残ったからね。残ったから。本当ですよ、高田さん。本当ですね。いや、なんかやっぱり、我々世代なんだもん。びっくりされましたからね。はい、もうびっくりしましたね。我々世代がね、ちょっと頼るとびっくりしますよね、お互いにね。年格好一緒だとさ。